在アメリカ合衆国イギリス大使はアメリカ合衆国に派遣されるイギリスの外交施設である。正式名は女王陛下の在アメリカ合衆国大使。在アメリカ合衆国イギリス大使館と大使皇邸はワシントン DC のマサチューセッツ通りに面した位置に立つ。サー・エドウィン・ラッチェンスによって設計され1928年に建造された。中米大使の地位は 欧州連合の常任議員や英国外務省の常任次官のそれとともに英国の外交機関における最重要職の一つとされる。大使の主たる義務は、米国の政府や国民に英国の政策を提示し、米国の政策と見解をイギリス政府に報告することである。大使は二国間の主要な連絡経路として奉仕し、条約交渉の際に重要な役割を演じる。 大使は中米英国領事部の長である。取引を支持して外交活動を支持するのみならず、左称の発給や米国内の英国市民に対する領事の支援に関する最終的責任を有する。また、両国の文化的関係を管轄する。初の中米英国施設、ジョージ・ハモンドは1791年7月5日に任命された。彼は、 在ワシントン公使または在アメリカが衆国公使の肩書きを有した。1809年、デイビッド・モンタギュー・アースキンと大統領ジェームズ・マディソンは大西洋上での船舶輸送に関する英米の論争に際して和解交渉をした。これが成功すれば、米英戦争を回避できたかもしれない。しかし、この取引は国王ジョージ賛成に拒絶され、 英国政府はアースキンを召喚した。1850年代まで施設の職名は在アメリカ合衆国女王陛下の特命施設及び全権行使であり、英国は米国内のいくつかの都市に領事館を置いていた。サージョン・クランプトン順断借在任中の1854年から1855年にかけて英国領事は米国に対し、 クリミア戦争への義勇兵長望を求めた。米国政府は、猛反対し、大統領フランクリン・ピアースは、クランプトンの本国召喚を要求した。イギリスがこれを拒絶したため、米国政府は1856年5月、ニューヨーク、フィラデルフィア、シンシナティに駐在する英国領事らと共に、クランプトンを解雇した。幾多の交渉の末、翌年英国は、公使館をワシントンに、 再び設置することを認められ、フランシス・ネイピアが新任の講師に就任した。1893年、ワシントンの英国在外交館は、講使館から大使館に昇格し、サージュリアン・ポーンスフットが、在アメリカ合衆国イギリス女王陛下の特命全権大使の職名で、英国初の中米大使に任命された。現大使サー・キム・ダロックは、2016年1月に、 任命された、ジョージ・ハモンド、ありがとうございます。